プロレスリング ACE 時代、トン初心は日本のプロレスラー。埼玉県朝霞市出身。W-1 が設立したプロレス総合学院出身。2016年3月30日、学院卒業記念時代、中野上康文戦でデビュー。 同じ一期生の立花聖吾と共にその後は W-1 本体の巡業にも参戦し、経験を積んだ。8月21日、吉岡由紀と組んでの小玉雄介藤村公平戦で初勝利。7月17日、千葉大会での立花戦で自力初勝利。11月12日、プロレスリング ACE 旗上げ戦では、立花聖吾、新正木組と組 新井健一郎デニス・篠原、シュー太交渉組と対戦。2017年1月22日から始まるリザルトトーナメントチャンピオンシップ初代王者決定、トーナメントに出場。9月19日、レッスルマイナス1、クルーザーディビジョンチャンピオンシップ現王者の吉岡良きから、次期挑戦者への逆指名を受けて、10月11日の後楽園。 ホール大会での王座挑戦が決定した。10月11日、後楽園、ホール大会にて吉岡とのクルーザー王座戦に挑み、前哨戦で、吉岡から3カウントを奪った、審議ドラゴンスープレックスホールドを繰り出すなど検討を見せたが、惜しくも敗戦。2018年7月12日に、W-1 正式所属。9月16日、 本名のトンショシュンからトンどころ早ブサにリングネームを解明。命名はシーマ。構想を経て、後にリングネームを元に戻す。W-1 活動休止により、2020年3月31日をもって所属契約を解消。4月1日よりフリーランスとなる。下の名前はよく、ひとしと書き間違えられるが、シュンである。ACE 時代は、タイツは一貫して、 赤を基調としている。シューズにはヒラヒラがついていた。学院時代からの動機一とよく行動を共にする。ありがとうございます。